はい、東学育ち農園です。今回ですね、こちらの畑、こちらがですね、まあ、約10日ほど前にですね、ちょっと動画上げさせていただいたんですけれども、新しく、お借りした畑なんですけれども、実は1回ですね、まあ、荒起こしというか荒く起こそうということでちょっとやってみたんですけど、まあ、10年以上ですね、十数年荒らされていて、で、常用のですね、草刈り機でこう、買ってはいただいてたんですが、地盤はですね、どんどん年々ですね、まあ雨とか雪とかで固まっていっていた状態で、まあほぼ歯が立たなかったんですね、荒起こししても。で、まあちょうどその条件も良くなくて、連日ですね、まあ乾燥して晴れが続いていたところをですね、耕しましたので、まあ、本当にですね、機械の方が壊れるんかなぐらいの、石もないのに石がずっと当たってるような音がずっとするぐらいガチガチだったんですけれども、それでちょっとまずいということで、まあ奥の手ですね、ほぼ本当はあんまりやんない方がいいかなって思ってるやり方なんですけど、雨の日の後に、耕しました。まあ今日ですね、昨日雨が結構降りまして、それでもですね、ちょっとどれぐらい柔らかいかなと思って、シャベル入れようとしてももうガッチガチだったんですけど、まあ原因は、まあこういった草とかですね、が、まあしっかりと根を張ってましたね、まず。草の根でかなり覆われてしまってるような状態で、そこをまあ無理やりですね、耕すのは難しかったりとかですね。まああとは、土がですね、まあ、乾燥していたので単純に硬くなったり、長年押し詰められていて硬かったりで、まあ、あと雨がちょっとどれくらいですか、2週間ぐらい降らなかったんですけど、そうなると草の方がですね、水分求めまして、ちょっと根をよく張っていたという、まあ、そういった条件があって、ちょっと前回荒起こしが本当に、大変なことになりまして、ちょっと諦めまして、で、雨を待ってまして、でやっとこう雨が降ったので、まあ耕しました。まあそれでもですね、まあかなりちょっと危なかったというか、煙とかですね、排気ガスの方はもうかなりの煙が出たりとかですね、なかなかちょっとよろしくないやり方で、さらにですね、こういった雨の濡れた状態のですね、畑は耕すと、まあ、この乾いた後にガチガチになったりとかですね、まあ、土壌的にも一番良くはないんですけど、まあ、あんまりにももう硬いので奥根とということで、本当は控えたかったんですけどね、まあ無理に起こすという感じでやってみました。いやー、でも硬かったですね、ここは本当に。で、一応午前中ですね、耕しまして、その後少しだけ、まあ2、3時間ぐらいですかね、晴れが続いたので、ちらほらですね、土は乾燥している部分も、ありますけれども、今もうそうですね、ちょっと音聞こえるかと思いますが、ちょっと雨が降り出しまして、午後差し掛かってますが、でこの状態でまあ雨降るとですね、またちょっとこのうない込んだというか、畑の中に入れた草ですね、またちょっと根を、張ってはしまうんですけれども、まあ一度ここだけ、これだけですね、起こして割れば、まあ次回やるときはまた楽になるんですね。ただまあ一番いいのは、こういった耕した後に晴れが続くとですね、この草が、枯れてくれるというとこなんですが、ちょっと天気的に、特にこのゴールデンウィークですね、天気は良くない予報ですのでしょうがないんですけれども、またちょっと合間見てですね、まあ雨降って乾きかけたところに、耕すという形にして、で次の日が晴れで、であればこの草たちもかなり枯れてくるので、まあ、そういった条件ですね。まあ、前の日に雨が降って、
で当日晴れてて、まあ耕して、で次の日も晴れてるというのが一番理想かなと思ってるので、まあちょっとそういった条件のある時をまた狙ってですね、もう一回耕したいと思います。もう一回耕して、畝を立ててですね、作付けという形にしたいと思います。どれくらい柔らかくなった、そんなに一番、トラクターの浅いやつにしたんですけど、あーでも結構ふかふかだな、いいですね。まあ浅くはしたんですが、あとそうですね、ここ条件が一つ良くなかったのが、結構畑がですね、こうデコボコしてまして、まあトラクターうちは自動水平という自動でこう平らに、ロータリーですねやってくれる機能があるんですけれども、こうデコボコしているとですね、まあその分に合わせてこう機械が動く、まあ動かないといけないので、まあ最初にある程度平らだとスーッといけるんですけどね、こういう場合は何回かちょっと起こす必要があったりします。まあそれがゆっくりこう速度を下げてやってあげると、ロータリーのこの上げ下げが間に合うので、ある程度平らになるんですが、まあちょっと見てもらうとちょっとだけこうまだデコボコ感あるかもしれないですけど、まあこの前がもっとひどかったので、そこに比べれば良くなったかなと。ただその分ですね、こうこのデコボコを直すためには結構力が、トラクターのですね力が必要な、ちょっと無理させちゃったかなっていうのもありますけども、なんとか、まあここまで耕せればまあ一応いいかなと。理想は明日晴れてほしいんですが、まあ、雨予報ということで、これは仕方ないなというところです。まあ、ちょっと上の畑もあるので行ってみます。はい、こちら上の畑ですね。さっきの畑は下になるんですが、上の方もちょっとあれ一緒にですねお借りして、まあ、こちら荒起こしのまま、まだちょっとですね、まあ、水がついている状態ですので、ここについてはですね、まあ、放棄されてからそんなに時間が経っていなくてですね、条件が良かったので2回目起こさずにあります。でこういったですね、雨の時どこに水がつくかって見ると、やっぱり低くなってるところに水が行きますので、やっぱり水平にやることの重要さはですね、それはありますね。申し上げ程度にちょっと堆肥を置いてはあるんですけど、でなんかざっと見るとですね、こうやって見るとなんとなく真ん中の方がなんかまだ濡れてるっぽい、この指先のあたりですねが意外と真ん中辺がまあ低いのかなっていう感じがありますね。真ん中にちょっと水が集まってるかなという、ちょっと高低ですね、差があるかなという感じです。まあちょっとこれはですね、荒起こしの時水平を機能つけずにやってるので、手で、上げ下げしているので、ちょっとまだですねデコボコこうあるんですけど、まあ、自動水平ですねして耕せば、まあ、ある程度平らになりますので、少しはこれは改善されるかなと思います。草の方はですねかなり枯れたんですが、まあ、少し、根付いている、まあ、クレオバーとかですね、タンポポがちょっとまだいるのもあるんですけど、ほぼ一面草が出ていた状況を考えればもうだいぶいいので、あとある程度晴れてきてですね、少し乾燥してきたら起こすともう使えるかなって感じがします。こちらについてはもう良さそうかなと。で一応そうですね、作物植えながらも同時に土壌診断みたいな感じにしようかなと。でこちらの方非常に硬かったんですけど、まあなんとか、無理に起こしたっていう感じですね。なんか上から見るともうほぼ乾燥してるっぽいので大丈夫そうかなとは思いますが、こんな風にですね畑、まあ同じ時期にこちら植えしたですね借りたんですけれども、
畑の状況によってですね、ちょっと対策というか対応変えてます。まあ、こんな感じですね。またちょっとこの耕作放棄地こういう風にしましたっていうのでですね、上げていきたいと思います。今回の動画良かったと思った方は、高評価ボタンと、チャンネル登録お願いいたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。